15代目、片岡二座衛門3月14日体は、日本の歌舞伎役者。歌舞伎名跡片岡二座衛門の東大。屋号は、松島屋。縄文は七つ割り丸に二院。かえもは追っかけ五枚銀南。日本芸術院会員。重要無形文化財、歌舞伎立役の格好認定の保持者。本名及び、旧芸名は、片岡隆雄。半世紀近くにわたって、 本名のまま舞台に立ち続けていたので、大名跡、二左衛門を襲名した今日でも、高尾と呼ぶ人は多い。現代の歌舞伎を代表する、人気歌舞伎俳優。すらりと背が高く色気のある二枚目。女札油地獄の余兵が絶賛され、五代目、坂東玉三郎との高玉コンビが人気を集める、などの実績から、長男の継承が多い歌舞伎界の中で、父十三代目。 片岡二座衛門や長山竹臣小区会長により、三男ながらも抜擢された。爽やかな芸風で、女殺油地獄の余兵、伊賀越道中スゴロク、沼津の十兵、菅原伝授手習い官、道明寺の勘定賞など義太夫狂言の立役は、もちろん、小袖蘇が座見色縫いの鬼座見聖吉、恋指客山到来、封印切れの中兵、 6曲林家初桜の花川呂和文章の伊沢門など江戸と上方の役を演じ分け、桜姫東文章のゴンスケなどの南北仏、霧人派の木村重成な,などの新歌舞伎、お祭りなどの舞踊まで幅広い芸域を持っている。兄たちや四代目、坂田藤十郎らと関西歌舞伎の復興に力を入れている。映画、テレビ出演も多く、 時代劇のみならず、現代劇のミステリーものなどで個性を発揮した。既婚。長男は歌舞伎役者の片岡幸太郎。長女は宝塚歌劇団の男役スターとして活躍した潮風美雪次女は女優の片岡京子。2013年11月、右肩鍵盤断裂手術のため休養する。7ヶ月後の2014年6月1日に舞台復帰した。 サインを書くときには、他の遺体児である、を使用する。主な当たり役は以下の通り、ありがとうございます。